第1ピリオド今キックオフされました。左から右に攻めます赤色のユニフォームがホーム、チャンス、名古屋オーシャンズ、いきなりチャンスを作った浦安、かわしておっとチャンス、チャンス、西谷、うまい、おっとペピータに合うかといったところ、ヒットしますね、はい、スパウットからいやスケルスパウットもね本当に冷静にこう、あの試合前に情報確認したんですけども、はい、名古屋オーシャンズが優勝の条件は、はい、今日のゲーム引き分け以上で、はい、次節勝つと、まあ、優勝だと、もう優勝になってしまう、それだけもう得点能力が高い選手がいるということは得点が生まれるということですから、まあ、私たちそしてご視聴の皆様もそういう、ね、ゴールシーンがたくさん見れるという意味では試合、さあそしてここからこういう風にピボに入るとチャンスが生まれてきます、うん、さあシュートまで行った、でだけではなくチームとしては非常にどうだ、うわーっと、ポストに当たった、見てみましょう、ここ最後2番の戸川が、うわー、そしてもう一度トゥルー、よく止めた藤原、ここでピッチから外に出さない、さあゴール前、いやここねコメントを入れてくださるのは非常に嬉しいのでどんどんおいでください、おっと拾った、入ったーゴール平田ネとアントニオ正則、この数も非常に仲良かったですから、はい、はあ、そうですか、はい、滝田選手が藤原選手をよくいじってたといじってたとそうですか、滝田選手のねその人間性のね部分もね私も非常に知っているので非常に魅力のある人間の一人でございます、さあその朝カフェをするお二人と、そうそう、このクワトロに対して2枚で潰しにいってますね、はい、あの名古屋が、そうですね、だすごくやはりその2枚でこのようにボール奪えたりタッチ出せると優位に立てますよね、はい、うん、そういったところもすごく、はい、さあ名古屋のこのボール回し、そしてここボール通ればといったところです、さあしっかりとディフェンス対応して、まだ得点差は1点、うん、そうですね、ここをこのようにしっかりと、ね、対応してますよね、はい、非常にねもう大変なんですけれどもしっかりと対応している、そして勝ちを狙いに行っているレース、うん、さあこういう時あの小宮山監督としてはねどのような、まあ、戦術というか声掛けをしていくのかなというのも出るなというふうには見えますよね、まああのまあ、40分間でデザインするんでしたら、はいまあ、悪くはないのかなと、あ、そうですか、はい、あのじゃあ木原さん、はい、質問であの木原さんは現役時代スーツで会場入りしていましたがルールとかあるんでしょうかというご質問も入ってきます、会場入りあるんですか、そうですね、あの公共交通機関を使っての移動の際は、はい、スーツでしたね、基本的にはスーツで、はい、まあ、あのチッチかかるんですけれども、もうここ数試合はねいいですよね、あさあここどうだ、うーっとおっと加藤龍馬しっかりとディフェンスをした、ノーファール、ノーファールでした、スパウットが最後ボールを供給しようとしましたが、あら逆サイド行ったシュート、加藤うまい、いやーゴール転がっつポーズ加藤龍馬、もう非常にディフェンスがいいので名古屋としては気持ちよくボールが回せていないということです、さあ前向けたゴレールと1対1、篠田との1対1流して、あ篠田うまく回させていません、どうだここ耐えたい、いやおっといや入りました、西谷亮介ゴール決めました、さあそういうところね気になるところは名古屋点なるのか、シュートペピータできた、さあここで第1ピリオドが終了しました、名古屋オーシャンズ対バルドラール浦安の一戦、第1ピリオド終わりまして2対1で名古屋を、さあ第2ピリオドがキックオフされました、右から左に攻めます、赤色のユニフォームが名古屋オーシャンズ、さあさあしっかりと対応した、どうだシュート、いやー入ったと思ったが、このストップしてのワンフェイント浦安、あ、1対1、さあ裏までボールを飛ばして、さあシュート、ー素晴らしいゴール水谷相馬、
さあここ2点差ついたのがうまい、アルトゥールなるか、ペピータ、さあペピータできた、この強烈な、おっとチャンス、おっとおっとゴール前ペピータへ、合わなかった、カウンター浦安いいボール入った、うーん、あー長坂、長坂ちょっと平田と笑顔で笑顔でかわしたんですね、あーアルトゥール意図言っていたら、アルトゥールゴール、4点目を入れた名古屋オーシシュート、こんな勝っていきたい。さあそして北原さんがおっしゃったこのパワープレーのところ、うん、さあ今ゴレーロのユニフォームがちょっと見えたような、はい、難しいですね。北原さん、やはり名古屋は、おっとここシュート入った、1点返した、浦安石田健太郎、いいですね、いいですね、要求して裏抜けたらといったところですが、ペピータ足出した、この切り返し、切り返し今、さあここの位置からどうなる、直接アルトゥール直接大事になる、ペピータ、うん、ペピータルーレットをする、さあボール奪った、長坂、あさあここ名古屋、ここで試合が終了しました、うように、うん、ちょっとボール回しなどがうまくいってないなと言ってる中でも、うん、やはりこの得点差になってしまうんですね、北原さん。そうですね、はい、まあ水谷